全然意図もしてなかったんだけど、この土屋アンナさん、土屋さん、はい、もう表題曲を、うん、なんだっけ、ロシアの女の子2人組、タトゥー、タトゥーの片割れが作曲して、うん、で、そのアレンジを北川君がやってるの、うん、で、そのカップリングが、うん、俺が作曲、俺がアレンジの曲がマジで、うん、一枚に入って、その時にすごいね、そうそう、それ見た時に、あ、こういうことってあんだな、もう4年ぐらい前かな、あ、ほんと、うん、全然売れなかったけど、そうそう全然、全然売れなかった、それはすごいね、うん、だから、ちょっとびっくりして、あ、こんなことってあるんだ、こういうところに、しかも当時その90年代初頭に、ね、そうだよね、やってた人たちが、そうだよ、だってウィーンとキュートまでずっとライブ回ったもんね、最初に、うん、もう楽しかったね、あれね、キューブ、キューブ、なんだっけ、なんだっけ、i キューブとかなんだ、そうですね、なんかそういうね、うん、タイトルで回ったよね、すごい、そうだよな、あとじゃあ、あれだね、まあ、自分のあれですけど、ブニューツーリア、うん、で、その後、ブニューツーリア活動中心になって、ギターの朝木ちゃんと、うん、テイジオパークっていうのをやらせてもらって、うん、まあ、俺もメンバーだったじゃん、そう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 、それが面白いです、ね、そう、で、予言も、まあ、その時はまだサポート、俺もサポートでやって、そこからまあ、未だにテイジオパークのドラムとしてやらせて、それがあったりとか、途中で覚えてる、あのナルクのテツくんがソロを出すって言って、やったやったナルクのテツくんがやっぱ M.A.G. が好きだったって言って人探しから、 M.A.G. の人たちは今何やってるんだろうっつって回り回って、その時お付き合いしてたプロダクションの人のところに話が行ったのかな、でちょうど俺とミオキはそのエイジオパンクやってたから、うちにいますよっつって、そしたらね、ああそうそうだよ、このおじちゃんね、440でやって怒られちゃった時そう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 、まあそれはあの440っていうのはちょっと業界用語なのか音楽用語なんであれですけど、うん、そうそういうのをやって2曲3曲だよ、2曲だよ、2曲だよ、タイトル曲って、そうだ、あれシングルだったっ、うん、だって今ほら、テツくんのところではさ、あのー、よくらけでもギター弾いてる、まあ俺別にね、青天の霹靂ってバンドやってないから、そこのギターのよっちゃん、よっちゃん、よっちゃんのサポートしてる、中村由紀さんがサポートしてるから ね、それもまあこれ90年代ですからご存知だと思うけど、アインスフィアね、そうね、また復活されて、うん、ね、そうだ、まあ意外とね、割とね、やってる人だけで回っちゃうんだよね、そうだね、そういうのや、あ、だってさ、AOP だって、うん、よっちゃんやってたやってますよ。ミオケンが、忙しくなって、抜けるって言ったら、ちょっとやめるって言って、その後来たのがよっちゃん、よっちゃん、そうそうそう。俺はずっと変わんないけど、そうそうそう。そこでも繋がってて。そうそう、だからその、AOP の前のブニューツールで、うん、だからもう片割れ、メンバーほら、フルフルとさ、朝日ちゃん、ジェイクで辞めちゃったから、うん、でもジェイクは俺はその後まで一緒にやるんだけど、そうだよね、うん、で、その二人抜けちゃったから、俺最初その時で、うん、田中さんからさ、うん、ギターやんねえかって俺話聞きちゃないか、あー、言ってたね、うん、で、その時はなんか朝日ちゃんはもうジュウちゃんに決めちゃった、そのジュウちゃんってそのディープね、元々ただ21年その後ポテさんとかやって、そうそうそう、で、それ見たメンバーが、うん、そのまんま、フルフルが抜けた感じで、うん、全部バンドになったのよ、うんうん。で、俺そのままベースやらしてくれって言ったら、そしたらそれダメだよ、ギターやってよって言われて、ギターやったんだよね。そういうふうに、うん、やって、そうだ、エイジオパンクやって、そうだね、そのまんまずっと今、未だにやってる感じですよ。で、途中で、まあ、あのルーシーっていう、爆竹の今井さんと、うん、スプレッドリーバーのギターのよし君と、そういうロッケンロールだっていうのって。俺、その時もさ、一緒に対バンしてんじゃん。あの、清野さん。そうだそうだそうだ。やったやった。やってんのよ。音楽と人のイベントじゃないか。あれは違うか。結構被ってますね。あれ、どこだっけ、あれ。違う、アックス。渋谷に言わなきゃ、アックス。アックスで、そう、ちょうどね、ルーシーが対バン形式で2バンでやろうっていう
企画があって、そうやってたんだよね。そう、その時にそう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 、お遊びそれで今日あるかもね。そうそうそう、それで俺出てたもん。そうそう、うん、あれあれと、うん、あれ2004年5年ぐらいじゃない。ああそうだそうだ、あんとあの爆竹の20周年のあと25周年だっけ。25周年はその違う違うだよ、20周年ってあの横浜でやったやつ、かっちゃんもAOP出てんじゃん。あれ20周年だっけ。だ20周年だ多分、だって今30年。そうかそうか、20周年だ。そこ出てるエイジオバンクで出させてもらう。俺もあの時出てる。出てるね、出てるね。うん、そうだ。ただあのあとっしょやったのって、ライブ多分そうだよ。だってあれで20年やって、うん、あれどっちかな。まあそういう年、お年頃ですわ、僕らも。忘れちゃった。だって俺、桜井さんのサポートやってんじゃん。そうそうそう。そう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 、ソロで、モータルじゃなくて、その前に桜井くんがソロやるっていうので、ミオケンがサポートしたので、うん、その時、あれ、藤巻さんみたいだっけ。藤巻さんや、うん。最初は。そうそうそう。ね。うん、あれあれ、どっちが先。俺が、あれの前だと思ってんだけど。渋谷で何打ち上げやったんだっけ。これね、あと、あ、そっかそっか、そう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 、まあそれ前後で、俺その後さ、爆竹、うん、がやっぱパレードって銘打って、うん、やったやった、俺それでもやってんの、うんうん、名古屋で爆竹もツーマンでいろいろやってたけど、うん、あのパレードの、トリビュートアルバムに出た人のナンバーとかと一緒に回った。じゃあ前だだよね、うん、前だよね、前だ多分前や、そう、前だ前だ、たぶんだってうちのせがれが10歳だから、あれ生まれた年だったの確か。そう、そうそうそう、だから10年前だから、うん、今何年、ね、2017、今もう明けて18年です。あ、18だから、はい、11年前だ、はい、あ、ってことは全然そっちのが先でしょ。先先先、先、ね、先、先、うん、そうなんです。ああ、そっかそっか、それがで、あと、なんで、どういう経緯かな。大月健二さんと、ゴルターズ・オブ・リーパーズの、長瀬くん、ナッキーが、アニメの、なんか、やっぱりサントラでやるっていうので、あ、そっか、キーボードの、それこそ、スプリット・リーパーズの大ちゃん、大さんのご紹介で、俺ドラムやって。あ、ほら。うん。で、それこそ、野音、どこかでやったりとかで、その、声優さんがいっぱい来て、みんなやっぱ歌うんだわ、前でそういうのやらせてもらったりとかっていうのはあったな。そう、そういう、まさきくん今めちゃくちゃ稼いでるらしいからね。まあね、そりゃもうあの人はあの人で伝説の人ですよね。もう某スタジオの H さん曰く、まさきさん稼いでますよ、めちゃくちゃって。もう言ってた、いろんなもの買ってるらしいから。ナッキーもキューベース使い。うん、してるしてる、ね、うん、そうそうそう、そんなで、まあそういう、みんなそういうことを経て、なぜかね、ミオケンのお声掛けでユークラクやらせていただくことになったんですけど、はい、どうすか、ね、やってどうすか。いや、だからそこはもうほら、買って知ってるだったから、迷いもなく、だから、あれ、これはユークラクってやって何年経つの、何年経つの、俺、ライブはね、いや、やって、あんまやってねえじゃん。まあまあまあ、うん、作品作りは3年ぐらい経つ。じゃあもっと経つ。だって俺が今のところに引っ越してから、うん、引っ越した年に、うんうん、なんかやんなきゃって言うんで、うん、まあ、家に行って聞かせてもらったってやつじゃないですか。あの時私、あれもう、あれの前、全然前から。全然前だよ。だってまだあれね、ちょうどね、変な話、なんでケイトがやってきたかっていう、まあそれそれそれもあんじゃん。それもまたそうだよね。うんとね、これもまあちょっと話すと、まあこれこういう話興味ある人は面白いと思うけど、あの黒夢が、代々木体育館で復活するっていうライブがあって、あの、それで清志君ができたやつ。そう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 、まあちょっといろいろあったんだけど、そこね、あの結構俺基本的にライブの打ち込みとか
SE とか全部作ってたのよ。でオープニングの SE も、うん、あの1曲目ビームスって曲から始まるんだけど、うん、それにつながるように、うん、要は曲のキーとこっちのキーを合わせて、うん、3分近くの SE を作ったの。そこで木田さんがちょっとなんかナレーション入れたいって言うんで、しかも女の子の声でって言うんで、そこで、やってきたのが、うん、ケイトで彼女は、そうそう、だからまだ彼女は 若かったし、まだ彼女若いんだけど、うん、それでね、うんと、確か世田谷あそこのね、祐天寺のところ、あれなんだっけ、あの熊田通りの沿いのスタジアムがあるんだけど、あるのよ、地下のところに、うんうん、でそこで撮って初めて、うん、でじゃあこんな感じで割とボソボソっとお願いしますって、うんうん、言ってその声が俺すげえ良くて、あ、うんうん、でずーっと頭引っかかってて、うん、なんかあったらって思ってて、うん、それで、ねまだその時は仕事モードだから、うん、ありがとうって言って終わったんだけど、うんうん、ずーっと残ってて、でそのもともと連れてきた人にちょっと連絡先教えてくれ、うんうん、それで会って、うん、で最初はもうバンドとかやりたくないとかって言ってたの。あ、まあ彼女はもともと前にいろいろやってて、うん、実はデビューとかしてるから、うんうん、でもうちょっとそういうのはいいかななんて言って、うん、でその時俺が、うん、こういうことやりたいんだっていうなんていうの、まあいろんなバンドの音を集めて時給15、6曲入れてさ、こんな感じなのよ、うん、でそれ聞いてなんて、あんな感じだとぜひやってみたいって逆に向こう言ってきて、だからほら普通のさ、例えばさそういうなんかさユニットっていうとさ、うん、なんか某エブリなんとかとかさ某なんとかとかさこうこうさありがちじゃない、いわゆるこう、ポップス的になんかどっちどっちどっちってなってるみたいな、やっぱさ、それで俺もそれ裏方やってるから、はい、で毎日してそういう現場でさやってるからさ絶対そう想像されんじゃん。そうだね、うん、でそういうふうに思うじゃん。でしかも基本ギターじゃんでもさ、ちゃかちゃかね、そうね、ちゃか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 ちゃまあ、マッシブでしょ、うん、で、ポーティスとか、トリッキーとか、うんうん、まああいうの入れて、あと、全然違うんだけど、うん、PIL とか、うんうんうん、ああいう感じのやつも入れて、うん、あの、俺のせいライカっていうのみたいな、こういうのライカみたいなね、うん、あと、まあ、スローダイブ入れたり、はいはいはい、でしかもバンドの時からちょっとアンビエントになってからの、ああいうとこいっぱい入れて、そしたら彼女はやっぱそういう新まあね、ほら、マッシブとかそういうのみんな知ってるけど、うんうん、やっぱそういうライカとかさ、そういうスローダイブのそのアコギビーンって言ってるだけのやつなんかさ、なんだこれってないわけない。Tokyo Borderless TV.